どうもそうじゃないそうですということで今回ですね昨日中西アナのちゃんのブログが更新されて<う>5期生リレーブログ4週目が終了したということでその4週目の11人分の感想を話していきたいと思いますちょっと3週目はやらなかったんですけど今回4週目はやっていこうかなということでもう4週目が終わったってことはさ44回ブログがね更新されたっていう全部合わせて更新されたということで僕はもうほんと助かってますね助かるえね <laughs> ほんと僕さあこの5期生リレーブログなかったらもしかしたら今生きてないかもしれないもん <laughs> 本当にそれぐらいね救われてるし毎日楽しみにさせてねいただいてもらってますと読ませていただいてもらってますと,ということでご記者の皆さんありがとうございますこの動画見てないのよ まずは、いおキちゃんのタイトル、やる気元気ってことで、このいおキちゃんのブログではね、いろはちゃんと制服デートしましたよっていう、ボートの上でラムネをグビットっていう、この写真めっちゃ良くないですかえ、そのラムネ一口分けてもらうことできやすかなんかほんと青春っていう感じで、この制服っていうのも、ま、いおちゃんからね、制服で出かけたいって言ったみたいなんですけど、制服っていうのも、こう年齢的にもさ、やっぱ今高校生じゃないですか、いおキちゃんといろはちゃんで、その二人がこう制服着てるとほんとなんか実際の高校生っぽいさ、まあ、実際に高校生なんだけど、 高校生感もあるなって。やっぱりね、その、乃木坂で見てるときって、大人っぽく見えるというか、他の衣装着てたりとか、そういうときは二人とも大人っぽく見えるけど、ご制服着てると、ね、あー高校生なんだな、みたいなさ、ちょっと感じがするし、浮者んも書いてたけど、ね、学校終わって放課後にこう遊んでるみたいな感じがして、僕ももうさ、これ水中入ってさ、ね、このボートを乗せたいって、ボート支えたいもんね。あと、サクタンとのツーショットで、サクタンのツインテールも可愛いんですけど、ね、無理やりツインテール勇可愛すぎない <laughs> ちちちゃゃゃんツインテルもめちゃくちゃ似合いそうだよね次、テレサパン、タイトルはアヒルの夢ということで、このテレサパンのブログはもうなんといっても、アスカちゃんでしょう。ねえ、アスカちゃんとのさ、写真が、まあ、レンタンとスリーショットなんですけど、この写真さ、そのブログのタイトルに、サムネカに使われてたと思うんですけど、最初マジでびっくりしたもん、ツイッターでね、見てて、更新されたのが、あ 交際されたと思って写真見たらアスカちゃんいるやんけってえテレサパンのブログにアスカちゃんいるやんけってめちゃくちゃびっくりしたんですけどやっぱアスカちゃんが一番可愛い <laughs>。 アスカちゃんが本当に可愛すぎてやわかったんですけどそのエピソードもね写真撮った時のエピソードもすごいよくてテレサちゃんが「斎藤さん一緒に写真撮っていただけませんか」と「テレサちゃんよく言ったねアスカちゃんにすごいねよく言ったって感じですけど斎藤さんが「嫌です」と「スカちゃんが嫌です」ってね最初言われてでテレサちゃんがあ出直しますとそしたらアスカちゃんが「ええ撮らなくていいの?」って言ってレンタも加わって3人で撮ったっていうさこのアスカちゃんらしい感じがたまらんね 一回断っておいてさ、一回嫌だって言っておいて、で撮らないってなったらいや撮らなくていいのっていうさ、このツンと出るというかさ、この感じがほんと大好きです。とこの写真のさ、上の写真、の洋服をさ、テレサちゃんが隠して、名前でね、隠して、ね、あると思うんですけど、最初のこの写真見たとき、そういう服着てんのかと思った。<laughs> めっちゃカラフルだったからさ、めっちゃカラフルだ、三人写真着てるなと思ったら、この名前で隠してあった。あとはテレサパンなんか、自分のことをアヒルだと思っ ご期生のアヒルとかさアヒルがすごい好きなのかな興味があるのかなんて分かんないですけど自分はアヒルででその他の乃木坂メンバーのことを白鳥っていうふうに例えてるというか言っていてなんかその辺のなんかアヒルが結構出てくるじゃないですかテレザーンってアヒルとの関係性っていうのもちょっと知りたいですよね詳しく次ミックタイトルが「19歳になりましたとおめでとうございます」ってちょっと前だけのね誕生日あったってことでその誕生日のねエピソードたくさん書いてくれてましたけどねケーキを持ったミックの写真なんかもね可愛らしいケーキ持ってて僕の一つ 年下なんですよねでも今は19歳で同い年なんですけどね。僕がまだ誕生日迎えてないからね。19歳のままだから。今同い年でなんかちょっと嬉しいなっていう感じなんですけど。ね。メンバーのみんながさん誕生日でね、サプライドをお祝いしてくれてましたよとか。あとは、乃木坂駅のポスターね、見に行ったとか。あとは、ずきがね、その誕生日のメッセージとカフェのドリンクチケットをくれたりとか。いや、いい先輩水木 <laughs> 多分、ミック本人はこの19歳の誕生日一生忘れないでしょうね。乃木坂に入って最初の誕生日だから。 もうすごいねあの心に残る誕生日になったんじゃないかなっていうあとはごき生ェをとプライベートで遊びに行ったってことがたくさん書かれててニャギとナギちゃんとねカラオケ行ったりとかナギちゃんがお願いマッスル全力で歌ってたみたいですけどその光景が見たい <laughs> ひなちゃんとなおなおとミックで猫カフェに行ったりだとかアルノちゃんとは犬カフェに、ね、行ったりとか、ね、犬カフェも猫カフェも行ってるっていういおきちゃんとさつきちゃんとクレープをね食べに行ったりだとか他のメンバーの他のねごき 規制のブログ見ててもそうですけどほんとご帰省同士みんな仲いいんだなっていうのがめっちゃ伝わってきましたね次はなぎちゃんにゃぎですタイトルが好きなことということで一つ前のそのミックがカラオケ行ってお願いマッスル全力で歌ってましたっていうのに触れててねお願いマッスルおはこらしいから <laughs> 残酷なテーゼとお願いマッスルはカラオケに行ったら絶対に歌いますっていい,いよねお願いマッスルめっちゃ持ってったよお前のお願いマッスルいいなぎちゃんのお願いマッスル見たいけどお前のお願いマッスルはいいのよカラオケ行ったら3割アニソン五割ボカロ二割 リオネズケンシさんとよろしくさんみたいな感じですね。ね <laughs> えーそう思った人多分多いよね。で今回のものなぎちゃんのブログでは、ね、私のことを知っていただくべく私の好きについていろいろお話できたらなんてことでなぎちゃんの好きがいろいろ書かれてておすすめのアニメとか好きな声優の方だったりとかあと漫画好きな漫画とか、ね、こういうの見てたら本当になぎちゃんねアニメとか漫画が 大好きなんだなってだってアニメの制作会社のことまで書かれてたもんね。好きな制作会社は京都アニメーションで、京アニね。わかるわ、ね。めっちゃわかるんですけど、京アニですとかさ、そう、A1 ピクチャーズとか、ウィットスタジオとかさ、テレサパンとナゲちゃんもほんとガチ勢ですよね。アニメとか、そういう漫画とか。はい、次はひなちゃんのタイトルが、みなずきということで、まあ、6月入りましたぞと,と。ひなちゃんは結構今回はたくさんのコメント返しをね、コメント、こう質問コーナー。ドラゴンボール好きになったきっかけ。このドラゴンボールさ、ヒーローズ いうガチ勢でしたみたいなガチでやってましたみたいなことを書いてあったけど本当にガチ勢だったっていうヒーローライセンスまさかのレベル99っていうすごすぎるっていう僕もそこまではやってなかったってアニメは何を見るんですか質問に対してもうたくさんあげてましたけどみなちゃん妖日のアニメ2期楽しみっすねあと最後久々にねポニーテールをしましたってことでねちょっとこの部分が短めなポニーテールですかねグくへ,へ次あやちゃんタイトルが「悲しみのトマト」っていうことでもうこのタイトル見た瞬間まさかって マジって思ったら、トマトが最近、ね、元気ないみたいな、倒れそうになっています。土も少なくなってるような、あんまり成長してないような、葉っぱが枯れてきてるような、っていう感じにね、なってきちゃって、その、ね、悲しみのトマトをさ、ね、元気ないトマトを見てるあやちゃんのこの悲しそうな表情が可愛くてたまらなかったんですけど、<laughs> もはやこのトマト僕のもんでもあると思ってるから、<laughs> 気持ち高すぎるトマトさんにはねちょっともうどうにか頑張っていただきたいですねあとはねあやちゃんとあとなおちゃんに関してはねそのクイズなおちゃんに関してはなおなおクイズですけどあやちゃんもねそクイズまた出してくれて前回もね出してたんですけどその答え合わせもねやってましたけど今回も出してくれててどっちかが本物のサブリでどっちかがミラーっていう感じなんですけどまあおそらくこれ本物は左っすよね左 の写真だよ彩ちゃんがが右手で持ってるのの本物のサブレだよね多分左ミラーだよね。これは多分ね、次のブログで答え合わせしてくれると思うんで楽しみです。ではいろはちゃんのタイトルが「ほんわかの日」ってことで、いろはちゃんのね、ブログ更新されたのが6月6日で、その6月6日が「ほんわかの日」っていうみたいなので、タイトル、こんなタイトルに、ね、なってるみたいです。ほんわかの日。いろはちゃんね、まず右のことで、その右でリクエストがあって、イラストを描いてほしいっていう方がいたので、うさぎをね、めちゃめちゃ可愛い <laughs>。 ね、めっちゃ可愛いらしいウサギだなっていうね人参もついてるよっていうイラちゃんもね質問たくさん今回答えてましたねめちゃくちゃ答えてていつかセンターを押してみたい曲っていうので逃げ水いオきちゃんとしたいみたいなもう一人選べるならねいつか見たいですよねあとは日常もやってみたいってことでこれもめちゃめちゃ見てみたいなっていうあといろはちゃんがよく使う絵文字がこちらですではたんタのタイトルが「HowTo 雨の日の過ごし方」ってことでその質問にね最近雨が多くて気持ちが沈みがちなんだけど雨の日でも楽しめることが 教えて欲しいっていう質問があって雨の日こそを楽しめるものなんだろうと思って明月院に行ってきたよっていう雨といえば朝顔ということでお母さんと明月院に 行っっててきたっていう感じでねいいですよね、こういうね、エピソードというか、こう,う休日に。僕なんかは考えられないですけどね、すごいおしゃれな休日だなって思いますけど、水色の朝顔も綺麗だし、作艦も綺麗っていう、あとは質問コーナーでヘアケアがね、なんか何もしてな,いなかったりとか、コスメも全然持ってなかったりとかそう、スキンケアもあんまり分からないとか、聞いて言うなら化粧水と乳液は使ってますみたいな、ちょっとこうズボラな一面があるのも、なんかいいなって思いました。次さつきちゃんんタイイトルがアジサなんか今回の この4週目のブログではさつきちゃんもね最初書いてくれてましたけどその梅雨入りしましたというかそういうねさっきの作誕も雨に関連してたけどそう,そういう季節のことをね書かれてましたねたくさん乃木のの感想が書かれてたりとかさつきちゃんのねブログが更新されたのが6月8日ってことであやめんの誕生日をお祝いしてたりだとか新の木ザカスター誕生第7回のオフショットギャルをやりたかったぎとさつきちゃんぎちゃんとさつきちゃんとあさっての方向を見てるあるのちゃんとさつきちゃんっていうね この写真めっちゃいいっすよね。<laughs> このピースがいいよね。さつきちゃんのね、あ,とあるの、アルノちゃんとね、さつきちゃんももう、お互い、お互いこうだもんね。<laughs> こうとこうみたいな <laughs>。で、僕ももう、こう、こう、あさっての方向向きながら動画撮ろうかな <laughs>。 <laughs> えよく抜けた、どうもそうじゃないそうです。ちょっと、やばいやつ。ナオナのタイトルが、ほのかな喜びっていうことで、でこのナオナのね、ブログが公開されたのタイトルが6月9日で、その6月9日の誕生日がスイートピーで、えー、その花言葉、スイートピーの花言葉が、ほのかな喜び、優しい思い出っていうことで、このタイトルに、ね、なったっていう。ナオナオはもう最初の写真、自撮りがめっちゃ可愛い <laughs>。 <laughs> この自撮りめちゃめちゃ可愛くないですかで、ナオナのブログでもいろんなこうご規制とお出かけをねしたっていうのが書かれてて、テレサパンとそのモンジャー行って、水族館行って、スカイツリー行って、プラネタリウムに行くっていうデートをしたりとか、あとはイロハちゃんとカラオケに行ったりだとかね、結構みんなカラオケ行くんですね、めちゃくちゃね。セイラちゃんの舞台も見に行ってたっていうことで、で、あとはナオナおクイズのお時間やってみましょう。ありがとうございます。<laughs> <laughs> これもねあの前回からかな始まったと思うんですけどこれが楽しみなんやな,なおなおクイズが今回のなおなおクイズがこの写真の,の宇宙人になってるその顔になってるのは誰でしょうってねこれはもうねめちゃくちゃ簡単よあやちゃんですねこれね間違いない100%あやちゃん最後ね正解書かれてましたけど正解です <laughs> 僕前回の3週目のブログも正解したんで合計で40ポイントをってますあら。そしてラストアルノちゃんタイトルが4本ってことでえなんだ4本ってって思ったら親知らずを先日4本一気に。 抜きましたっていうことで、その腫れた顔のアルノちゃんも可愛かったし、で腫れた顔をいじってる写真も可愛かったし、ね、いじられてるアルノちゃん、いじってるミックとテレサパン、可愛すぎる。親知らずといえば、ひなちまがすごい思い浮かぶよね。の親知らずで膨らんでる、腫れてるひなちまがね、すごい思い出したんですけど、で今回のこのアルノちゃんのブログは結構こう他のメンバーとのエピソードがたくさん書かれていて、今まであんまね、書かれてなかったと思うんですけど、今までのブログでは。その今回のブログではたくさん書かれててすごい 良ずきとアルノちゃんの2人で爬虫類カフェに行ったみたいな、ね、もう先輩後輩でこういうさ休日にというかプライベートで行って。 言ってるのとかもすごいいいですよね。あとは、なぎちゃんとさつきちゃんとあるのちゃんのスリーショットっていう、ね、さつきちゃんはピースだけでしたけどで、その繋げ方が上手かったっすよね、ブログのさ、そう、キずと八百類カフェに行ったっていう話で、最後にちなみに戦争で弾いたおみくじは小吉でした。小吉からのこのスリーショットを乗せてて。これもまたね、うん、やってる二人可愛くてね、ピースのさつきちゃんも可愛いもん。ピースだけでも可愛いもん。<laughs> それは言い過ぎ。 はい、ということで今回は大きさにリレーブログ4週目の感想を話していったんですけどえ、結構ね、短めに今話したかなって思ったら、もう1時間また話してた <laughs>。2週目の感想動画出した時も1時間ぐらい撮ってたんですけど、多分だいぶカットしてね、動画自体はめっちゃ短くなってると思うんですけど、で実際今1時間後の感想を話してました <laughs>。 1>, <laughs> 1時間もね、5期生リレーブログ4週目の方話してたんですけど、ね、それほどもう最高の、ね、みんなブログだったということで、ま今,今日からね、もうすぐ5週目がいおきちゃんスタートするということでね、5周目も楽しみだなと思いますぜひね、皆さんの感想とかもコメント欄で、えー、聞かせていただけたらなと思います。今回はこれで終わりたいと思いますこの動画少しでも皆、ね、友達のチャンネル登録と、高評価よろしくお願いします。Twitter と Instagram でもやってるんで概要欄からフォローできるんで、そっちのフォローもれたらめちためちゃ嬉しいです。バイバイ。